はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画なんですけども、サムネにもねある通りスパイクレビューをやっていきたいと思います。でこちらですね、視聴者様の、リクエストということですね、スパイクを2足送っていただいてレビューをしてくださいっていう依頼でした。でね、そのスパイクっていうのが、こちらのですね、いわゆる初心者用、兼用スパイクですね。ミズノの X ファーストとアシックスの F フォートですね。僕らのね、時代も、僕もね、中学生の時この F フォートっていうのをね、中学1年生の時に買ってね、やってましたので、兼用スパイクを履くのが約20年以上ぶりに、履きます。何をね、レビューしていくかっていうのは、履き心地だったり、兼用スパイクと専用スパイク、何が違うのか。じゃあなんでこの兼用スパイクを最初履かないといけないのかとかですね。そこの履き心地でしたりとか、実際履いてみて実際スタートどちらが出やすいのかとか、カーブはどちらが走りやすいのかっていうのですね。検証、レビューの方をね、やっていきたいと思います。で、まずですね、じゃあこの兼用と専用の違いって何なのっていう話なんですけども、スパイクのピンがですね、土用とオールウェザー用に付け替えれる。土用でも使えますよっていう話なんですけども、もっとね、ざっくりに言うと、一番のね、違いっていうのは耐久性です。このね、初心者用っていうのは、やっぱり耐久性にね、優れています。専用スパイクよりも丈夫に作られているので、なかなかね、壊れにくいっていう特性があります。はい。で、僕のね、勝手なイメージなんですけども、兼用、土とですね、オールウェザーの兼用スパイクっていうのは、普通のシューズにですね、ピンがついている程度かなっていう風な感じがします。もちろんですね、カーボン素材は入ってないですし、プレートがものすごく硬いかっていうと、そういうわけでもない状態ですね。専用スパイクっていうのは、値段もね、そこそこします。この兼用の倍とは言いませんけどもね、それぐらいの値段がするっていうことと、やはりですね、耐久性が脆い。ね、代表しているマックスフライとかですね、アディダスプライム SP2 なんかもですね、マックスフライなんか履き方、ね、スパイクのピンを変えたりとかですね、走り方が悪いとすぐパンクしてしまって、せっかくの専用スパイクなのにまた買い直さないといけない。で、アディダスのね、プライム SP2 なんかは、アッパーの部分ね、ここの部分が破れてしまうなどですね、この兼用スパイクにはない脆さというのはあります。はい。で、あとですね、今言った通り、兼用スパイクのいいところっていうのは、この一つですね、正直な話、できなくはないですけど、いろんな種目ですね、例えばですけど、短距離から長距離、そして、跳躍まで、ね、すべてがこれのスパイクでできるよっていう話になります。ですので、ネットを見ると、じゃあどういうね、人がおすすめかっていうと、その、中学生とか、小学生で初めて、陸上競技始めます、スパイクが欲しくなりますってなった時に、でも種目は何やるか決まってません。短距離なのか長距離なのか今決まってませんっていう人はですね、こういった兼用スパイクを先に選んでいく。やはり専用スパイクになりますと、短距離は短距離、長距離は長距離、跳躍は跳躍ってもうすでにね、分かれていますので、なかなかですね、それを、じゃあ種目が決まってないのにそれを全部揃えてしまうっていうと、経済的にね、負担がかかってしまうので、初めですね、悩んでる時は初心者用、ね、耐久性もある、そこまでね、負荷が少ないこの兼用スパイクをおすすめね、されています。はい。まず、ここのね、F オートからですね、アシックスの F オートから、着心地でしたり、実際ね、SD、スタートダッシュとかカーブを走ってみて、どんな感じかっていうのをね、確かめていきたいと思います。はい。僕自身もね、先ほど言った通り、20年ぶりぐらいにね、この初心者用スパイクを履きますので、じゃどれぐらいね、昔と20年前とね、その初心者用進化してるのか、もしくはずっと一緒なのかっていうのをね、体験してみたいと思います。はい。ではですね、履き方からね、やっていきたいと思います。ピンはですね、オールウェザートラックですので、ダンピンって言われるね、必ず、土は土用の、オールウェザーはね、オールウェザーのピンを使ってください。で、履き方に関してなんですけども、ね、スポーツをね、やられてればね、わかると思うんですけども、一回ね、こうやってね、靴紐ほどいてください。当たり前ですけども、靴紐、結んだ状態で無理やりね、履こうとして、かかとをね、ここをグッて押してしまうと、かかとがね、滑ると、ここにもプラスチックの補強材入ってますので、それが割れてしまうとね、変にかかとに当たってしまって、かかとね、痛めたりっていうこともありますので、必ず脱ぐとき、ね、履くときは横着しないようにですね、しっかり紐をですね、緩めてから、しっかりと、かかとを潰さないように、足、通してみてください。はい。でね、サイズの選び方に関しては、スポーツショップ店員さんにね、聞いていただいて、何がどう合うかっていうのをね、しっかり聞いてやってみてください。で先ほどね、ミズノの、X ファーストと、こう、F オートの大きな違いっていうのは少し一個だけあるんですけども、このアシックスの F オート、このアーチサポートっていうのが入ってですね、アーチっていうのはこの、こうですね、土踏まずの部分なんですけども、そこがね、扁平足の人でしたりとか、この、アーチが下がると足が疲れるっていう風にね、結構聞いたことあると思うんですけども、今ですね、こう靴紐をこう結んだ瞬間にですね、ギュッて縛った時にアーチが上がるような感覚がありました。それがね、走ってる時にいいのかどうかっていうのはね、上がってるのでいいのかなっていう感じはしますけども、わかるかな？見えてるかな？
ここにね、アーチサポート。見えるか？ここにね、アーチサポートがあるので、これがね、この中のやつが引っ張られて上がるみたいです。専用スパイクですので、余分なものっていうのは本当はいらないのかなって感じがしますけどね。素直に。やっぱ変にね、上げられてるので、違和感じゃないですけども。おぉ。いや、すごいな。まあね、先ほども話をした通り、まあ20年ぶりぐらいにね、まあこれを初心者用履いたんですけども、まあそれまで、それ以降はね、ずっともう専用スパイクを履いてるんですけども、まあ本当にシューズ、薄いシューズにピンがついてるだけ、みたいな感じですね。この感覚は変わらないです。先ほど話をしたアーチサポートなんですけども、変にね、上げてるので、違和感はあります。なんか上げられてるな、サポートがあるなっていう感じはします。はい。じゃあね、ちょっと直線走っていきたいと思います。はい。てな形ですね。今、エフォートで直線とカーブと SD、スタートダッシュね、やっていきました。まあ、先にこっちの履いた感想を、言っていきたいと思います。エフォートね、先ほど言った通りアーチサポートがありますよっていう話がしたんですけども、履いた時、ね、骨紐を結んで、縛り上げた時は、縛った時にはね、アーチが上がってるなっていう感覚はあるんですけども、まあ、走っていくうちですね、もちろんちょっとずつ緩んできますので、そこまでアーチサポートの恩恵はあるかどうかって言われたら、走った段階ではわかりません。はい。ですので、まあ、あるかないかっていうのは、あんまり重要じゃないかなっていうふうに思います。はい。あくまでもね、これは個人の見解ですので。はい。20年以上ぶりにですね、兼用スパイクを履いたんですけども、やはりですね、まあ、ずっと専用スパイクを履いていて、まあ、高反発って言われるですね、専用スパイクを履いていたので、ね、久々に履いた感覚っていうのは、本当に柔らかい。柔らかいですし、全然やっぱ反発がもらえない。まあ、これはですね、やっぱり負担をね、少なくするための措置なんだろうなっていう感じがものすごくします。はい。ですので、やはり初心者と言われる、まあ、中学生とかですね、小学生が履く場合は、やはりまずはですね、こういった兼用スパイク、ね、負担が少ないものから始めていった方がいいかなっていうふうに思います。で、中学生になって部活で陸上の大会出るっていう場合はですね、まあ、スパイクが欲しくなりますけど、小学生の場合はですね、必須ではありませんので、まあ、無理してね、小学生のうちからスパイクを履いて練習するって必要は、僕自身ないと思っていますので、無理にですね、こういったものを買う必要もないかなっていうふうに思います。そして、中学生になってからですね、別に兼用スパイクを履いても遅くはないと思いますので、まあ、ぜひね、それも検討していただければと思います。はい。で、まあ、履いてみてね、先も言った通り、本当にアップシューズにピンがついてる程度、本当にこう、柔らかい。普通のね、こう、スパイクっていうのは、ここまで曲がりません。ギュッて。アーチ、ここのプレートが曲がらないようにできています。まあ、それがね、カーボンプレートって言われる、こう、硬いものを使ったりしていますので、やはりね、曲がりにくいっていうのもあるんですけども。まあ、ですので、ね、まあ、逆に言うと、まあ、もうその硬いのに、やはりもう慣れてしまってる。20年以上はね、専用スパイクを履いていますので、もう欲しい慣れてしまったっていうのはあるので、すごい走りづらいっていう感じですね。柔らかすぎて走りづらい。反発。逆に言うとね、走り方がしっかりしない人、兼用スパイクでもしっかり走れれない。走ることができないっていう風に感じました。じゃあ続いてですね、ミズノの X ファーストを履いていきたいと思います。同じ流れでね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ続いてはですね、ミズノの X ファーストを履いていきたいと思います。ピンはね、同じピンでやっています。履き方はね、先ほどと同じです。しっかりとですね、靴紐を緩めてから履いてください。かかと潰さないように、しっかり広げてですね、履くのがいいでしょう。まあ先ほどね、アシックスの方は、アーチサポートがね、あるっていう話でしたけど、こちらのね、ミズノの X ファーストに関しては、そのアーチサポートがない状況ですね。さあ、履いてみました。おー。あー、でも、
ほどですね、アシックスのエフォートと比べると、若干、やばソールの柔らかさはほぼ一緒なんですけども、曲がる位置が違うのかなっていう感じがします。その曲がる位置っていうのは若干ですね、こちらの方、アシックスのエフォートの方は、まあ、ほぼ一緒なんですけど、つま先、ね、前足部がね、少しね、下がってる。フラット、ややね、この今、X ファーストに比べて、ややフラットに近い。で、こちら X ファーストはね、若干こう、つま先が上がってる感覚があります。で、まあそうするとですね、まあこの前足部、エフォートの場合はね、ちょっと前で曲がる。ね、プレートの前で曲がるような感覚があるんですけども、まあ、この X ファーストに関しては、母子球ら辺ですね、後ろからちゃんと曲がることができるので、フラットというよりも、専用スパイクに近い感じで、しっかり足の裏を使えるっていう風に、使えるような感じがします。はい。まあ、安心感とかですね、スパイクのね、雰囲気というか、まあ、履いた時の感触っていうのは、ほぼ同じなんですけども、そこの違いっていうのがありました。はい。じゃあ、直線、カーブ、SD やっていきたいと思います。はい。今ですね、ミズノの X ファーストを履いてきました。直線とですね、カーブ SD やってきたんですけども、まあさっきね、履いた時にも言った通り、まあ、若干ですね、やっぱミズノのこの X ファーストの方が、こう、つま先が上がっている仕様ですね。エフォートに比べて、少しアーチができているっていう感じです。で、ですので、まあ僕が先ほどね、言った通り、こう、曲がった時にですね、この曲がる起点がですね、この後列ピン、のところ、母子球のところですね。そこから曲がってくれるので、僕がですね、やりたい動き、ね、普段からやっている動きに近いのが出せたような感じがします。普段とね、同じような感じで走れたので、断然僕の主観では、こちらの X ファーストの方が走りやすかったです。はい。まあ普段ね、ナイキを履いていて、マックスフライとか J フライとかも履いてるんですけども、まあ、それに近いとはもちろん、兼用スパイクですので言えないんですけども、まあ、やりたい動き、正しい設置だったりとかをするのには、こっちの X ファーストの方がやりやすかった。まあ、ほぼですね、でも、まあ、ほんと個人差というか、僕は感じただけなので、まあ、実際に並べてみると、そこまでね、変わりはないです。アシックスのエフォート、ミズノの X ファーストも、そこまでね、つま先のアーチが極端に下がってるってわけではないんですけども、若干ですね、こちらの方が、ね、先曲がりというか、同じとこで曲がっているように見えるんですけども、若干、本当に若干ですね、前の方で、前足部で曲がっている、という感じがしました。僕のね、本当個人主観的なものでは、このこちらの X ファーストの方が走りやすかったです。はい。はい。てな形でですね、まあ、今回はアシックスのエフォートとミズノの X ファーストのスパイクレビューをやっていきました。はい。まあ、本当ですね、履いた感想っていうのは、まあ、こちらもね、いいものはある。し、まあ、兼用スパイクっていうのですね、まあ、20年ぶり以上にね、履いたんですけども、まあ、こちらの X ファーストを履いた時にはですね、まあ、そこまでね、専用スパイクと変わらないんじゃないかっていうぐらい、自分のやりたい動きっていうのはできました。で、エフォートはですね、まあ、いい意味でですね、まあ、ほんと初心者向き、ね、アップシューズにピンがついている程度ですので、負担も少ないっていうのはあります。で、まあ、アーチサポートにね、関してなんですけども、まあね、履いてみて、やってみた感想としては、僕自身はですね、そこまで測定、ね、扁平足でもないですし、測定の疲れっていうのはあまり感じにくいので、僕の場合はですね、なくてもいいかなっていう感じがします。むしろですね、まあ走ってる時に、ちょっとそこがずれるというか、当たるので違和感を感じることがありました。ね、あくまですね、これは僕自身の主観ですので、ね、アーチサポート、ね、したいよとかね、扁平足で悩んでる人はね、ぜひ試してね、もらいたいんですけども、まあ僕自身としては、それはいらないかなっていう感じでした。
はい。で、まあね、こちら X ファーストに関しても、すごい、兼用、今もね、話をした通り、兼用スパイクですけども、まあ、専用に近い感覚、ね、足の裏の使い方でしたりとか、まあ、そこら辺の部分がですね、しっかりやれるっていう感じがすごいしました。後ろを見てもですね、ほぼ一緒です。ピン配列も一緒、ソールのね、流れ、形っていうのはほぼ一緒です。あとはですね、もう履きやすいか履きにくいか、アーチサポートがあるかないかっていうね、ほんと細かいところになるんですけども、まあ、初心者ですね、陸上を始めて何を履けばいいかわからないよっていう人は、まあぜひですね、まあこの2つ、どちらかを選んでいただいて、まあ足を通すときにアーチサポートがいるのかいらないのか、程度でね、いいのかなっていう感じがします。はい。サイがですね、あまりないかなっていう感じがします。まあ、兼用スパイクっていうのはね、サイがないようにどれもね、一緒のぐらいに作られてるのかなっていう感じがしますので、まあそこで、ね、アシストがあるのか、アシストがないのか、まあ、そちらですね、先ほども言った通り足を通して違和感があるない、なしですね、決めてもらえればいいのかなっていう感じがします。はい。まあ、では私ですね、まあ、今回は視聴者の方からですね、まあ、コールのレビューを取ってくださいってね、スパイクを2足ね、送っていただきました。はい。まあ、こういう形でね、まあ、皆さんの少しでもお役に立てるように、まあ、僕自身の主観ではあるんですけども、何が良くて何がダメなのか、このスパイクはこういう形で走りましょうとかですね、まあ、そういったものが、発信ね、できたらいいかなっていうふうに思いますので、まあ、ぜひね、興味ある方は僕にね、スパイクを送っていただいて、これレビューしてくださいっていうのもありですのでね、ぜひ気軽に問い合わせの方をしてみてください。はい。ってな形ですね、まあ、今回はスパイク、ね、アシックス、フォート、ミズノね、X ファースト、兼用スパイクについてですね、レビューをしてきました。今回の動画はね、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。